よく死ななかったな。運命の矢は一つさ。こちらの動きは六角に筒抜けか。今到着したばかりで兵は疲労困憊。無論敵もそれは把握してるだろうな。だからこそ今攻める価値がある。お市様をめとり、幸せ絶頂の長政様にそんな妙案が思い浮かぶかな。殿は我らが思っているより聡明だ。全軍突撃！行くぞ義継、手柄が逃げる。浅井長政、近江の大名浅井家の治癒に優れた若き当主である。ある時長政は婚姻を結ぶ。相手は尾張の大名織田信長の美しき妹お市。信長は浅井家との契りを利用して美濃を制すと、先の将軍の弟足利義昭を擁して上洛を開始した。長政はその途上で六角軍に襲われ危機に陥っている兄信長を助けるべく昼夜兼行で駆けつける。若さにあふれ夢を追う長政に疲れはなかった。彼は高虎、義継村、若き臣と共に爽やかに戦場を駆ける。近畿の将、観音寺城の戦い。皆のため戦い続ける。いつもお力に。よかった、兄上はご無事だ。昼夜問わずかけてきた甲斐があった。織田軍、敵六角軍に包囲され、包囲網を突破し、兄上と合流しよう。六角は我らがまだ動かぬと思っているはず。一丸となって進めば容易に突破できる。バカだ、浅井は遠路駆けつけたばかり。こんなに早く軍勢を動かせるわけがない。これを力に、我が槍、我が真偽に受けるものはない。信長様、約定通り浅井軍の五箇勢到着。大丈夫ですかお兄様。大尉、信長に群がる破壊を叩き敵将討ち取ったり。上洛途上の無防備な兄を狙い、六角は挙兵し織田の軍勢を分断した。兄上に倒れる、当然上洛はならぬ。ダンスの闇は一層深く。長政様も呼んだ。お兄様の大切な名言です。どちらが欠けてもやりませんよ。
宰家に預けよう。敵像をことごとくほふり、今日への道を開け。ただの角を打ち破るだけでなく、兄上の軍勢も救ってみせまする。兄上、お心安く、それがしにお任せあれ。おのれ、織田に覇権を渡してなるものか。開門。我が槍、我が真理に貫けるものはない。後ろをすべて絶やし、信長の道を開け。信長はすでに長政様を駒扱い、奴が上洛し権力を得た。ああ、お前の想像通りだ。俺たちは一回も死に過ぎ、こうだけ出世せない。長政さんに意見不信もできぬぞ。分かっている。全て手遅れになる前に、のし上がる。俺はいずれも五文字の大逆党にて候。まずは信長めの面体、拝ませてもらおう。ここで殺せば、機内が、いや、戦国の運命が、我が輩の手に落ちる。私有権利、容姿鍛錬、意味厚く信念をまっすぐに貫く。実の結果、お主とは別の場所で語り合うとしよう。それがしのそなた、明日をも知れぬ身。もう語らう機会などないかもしれない。ある。それが我が輩の運命だから。これで終わりと思うなよ信長。貴様の運命、必ず飲み食らってみせよう。いやー、長政殿の傭兵、実に見事じゃ。手柄を全部持ってかれてまうわ。俺アザイ、浜口を信長に差し出すつもりか。開門。
あなたの服を呼んであげるわ。開門！天守閣に進みたくば、わしの屍を越えて行け！開門！今！どうして泣いてみせる？譲れない思いがあるから。一つ皆の者、油断するな。実に結構、ざっと有力者どもが片付いた。これで我が輩が信長に勝てば、我が輩が完全に覇者になれるわけだ。実に悪党らしい、うまい手ではないかな。変更！待たせたな、ドッタクさん。俺様が来たからにゃ、もう心配無用。雇われ助っ人、伊賀人石川五右衛門、織田本陣へ突撃突撃。攻めの三座もかすんでしまうわ。乗りましょう。六角に従う将軍。
全て撫で斬りにせよ。この地面、戦が終われば兄上の国、どうか民ばかりは見逃してください。この信長に意見するか。はっ、それが兄上と共にあるということか。世に光を。敵将討ち取ったり。ここは取りなし。これを力に。今日への道は開いた。兄上、今こそ上洛し乱なき世界を。これで兄上は上洛を果たすだろう。確かに兄上には苛烈なところもある。だが生半可な覚悟ではこの戦乱は変えられぬ。それがしは兄上のその覚悟についていきたい。いや、その覚悟を超えた先にある世をつかみたい。一、皆が幸せに暮らせる世がもうすぐ訪れる。長政様、皆もよくやってくれた。これからもそれがしを支えてくれ。長政様はこのまま信長の宗家となって生きるのだろうか。仕方ないことだ。時の流れには逆らえない。